皆さんこんにちは、翔助ナンバー25です。今日はですね、まあこの間ドン・キホーテに行ってきたんですけど、そこでついに私出会ってしまったんですね、あれに。ということは今日はついに私あれに挑戦したいと思います。じゃあちょっとあれ持ってきます。ってことであれを持ってきました。それがこちら、バーン、ペヤング超超超大盛りギガマックス2142キロカロリーでございます。ついに見っけたね、俺ついに見っけたよ。あのね、もうね、どこにも売ってなくて、もうね、諦めてたの俺。もう出会えねえよ、もう絶対売ってないよ、どこでもないよと思って諦めてたんですけど、なんとついに俺これあのこのドン・キホーテに行って、もうどこのドン・キかはあれなんですけど、すっげえ置いてあって、これすっげえ置いてあって、あ、来たね、これ神様来て俺にこれペヤングやれってことだねと思って、うん、嬉しかったね。でここ皆さんよく見て、見てここ1日1食までにしてください、カロリー摂取基準を上回る恐れがあります。絶対上回るやん。要はどっちか、もうちなみに時間はね、時間が時間なんですけど、まあけどこれ普通に俺ね、いろんな人がこれペヤングのギガマックス何分で食えるかってチャレンジをやってるの見てて、俺多分5分切れるだろうっていう。で以前多分皆さん見たことあると思うんですけども、あのペヤングの超大盛り2個あったじゃないですか、僕ずいぶん前にアホみたいに、あれをやってるんで、うん、まあ、いけると思う。あれだってほらペヤング超大盛り2個でしょ。でけど今回はこれ超超超重い1個だから、それと比べたら全然楽だと思います。これでね、いろんな人が言ってるんですけれど、大きさね、結構ここは分厚いよね、うん、分厚いよね。でちょっと開けてみます。開けていきましょう。あの一平ちゃんのね、悪夢のサイラ親だからね火薬はやっぱりいつも普通にでかいね、火薬もね、俺の顔と比べようとすんなよやっぱ火薬もでかい、やっぱりでかいでかい、うん、けどねでかい分やっぱりしっかりと入ってるね、うん、俺これこういう火薬好きで、スパイス振りかけはいつも通りなのかな、ちょっとスパイスいつも大きい気がするね。で今回、まあ、みんな大体スパイスとかこれふりかけ入れるの、僕今回これ入れずにいきます。入れてもふりかけだけ、まあ、スパイスダメなんだよ俺。でソースでかいな、これでかいね、これソースでかいね、これやっぱこんぐらいなきゃダメなんだね。でね、気になる麺なんですけれど、でもね、こんな感じ1個、うん、多分ラーメン屋さんじゃねえや、スーパーで売ってるあの乾麺1個分ぐらいな感じ、うん、だとは思います。はい、というわけでこれからこれを作って、さあ今日はってことでね、さあ今日のさあ、もうこのペヤングの、ね、メガマックスを持ってるってことはもう皆さんお分かりですよね、何をやるか。さあじゃあタイトルコールに行かさせていただきたいと思います。さあペヤングメガマックス何分で食えるかチャレンジ。ってことで、まだお湯が沸けないからね、お湯が沸けるのを待って、さあこのペヤングにお湯を入れてね、さあやっていきたいと思います。で皆さん、さあ何分で食えるかな、俺これ記録作っちゃうかもしんないよ乞うご期待。では作ってきます。いや、ということで3分経ちました。でっかいなこれ。で
でかいな。さあこれにさあ入れていきたいと思います。まずソース、ソースね、うん、ペヤング用のね置き場をね作っといて正解だね。これあとふりかけ入れますどんな出し方で甘いね。よっこいしょった。さあちょっと待ってね。で右側、あ左側か、こっち側タイマーも、タイマーも準備してます。これで安心だ。でちょっと混ぜるよ、混ぜるよ。で前回ほら味変していいのかなとか言ったけど、もう今回一切味変なしでいきます、マジで、うん、これ混ぜるのも一苦労だ、結構腕にくる。結構量あるね。すごい量だよこれ。うん。これやばいって。では行きたいと思います。じゃあ、ショウスケ、ペヤングメガマックス、ハイグチャレンジ。いよーい。ボン。ってんだからこれ。うん、うまい。うん。もうちょいだ。
ということで、早いんじゃないこれ。ってことでタイムはなんと、よいしょ、3分32秒6。よし、早いと思うこれ俺。あのね、あの多分なんつったんだろうねこれね。いやーけど、まずゆかの周りの底が見えないとか俺が見えないって言うんですけど、出だしどれだけ入れることができるかによって時間、あの終わりが見えてくる。でさっきあの水2回飲む前にそこそこ終わりが見えてきてたから、あ、これはいけるなとふと思いましたね。ただやっぱり 3分切りたかったな。でも3分切ったらすごいんだろうねきっとね。そうね、けどさすがピヤングだね、やっぱ美味しい。美味しいピヤングをいただきました。いやーよかったよかった。でね、もちろんピヤング企画はここでは終わりません。まだまだ、またね、次回の動画にしますけども、あともう2つありますんで、ピヤングが、ピヤング2つと、あと、他の焼きそばが一つありますんでね、ぜひそれも動画にしたいと思ってますんで、皆さんぜひお楽しみにしていただければと思います。いやでも、もう一回見てこれ、ちょっとすごいよこれ、ほら3分、早いねこれね。ね、いやよく食ったよ、ほんとよく食ったよね。はい、ということで、今回はこちらペヤングのギガマックス、何分で食べれるかチャレンジを行いましたね。あれお前それ開けてないの何って思うでしょ。お前何、さっき食べたの嘘と思うでしょ。実はこれもう一個買ってあったんです。ってことは多分このもう一個に何かをするかもしれない。何をするのか、お前ちょっと変なことを起こすなよと思った方、これをどう使うか、こうご期待でございますね。こちらね、本当けどすごくやっぱペヤング、さすがペヤングさんだなと思いました。やっぱりギガマックスでも全然なんだろうね、味が変わることなくすごく美味しく食べれました。で前回超大盛り2個でチャレンジした時はあれだったんだよね、やっぱり2つあるから1個は伸びちゃったりとかして、やっぱりその乗り換えてる分、その2杯目行くところで時間かかっちゃって、多分5分とかああいう風になっちゃったんだけど、これ1個だったら全然ね、やっぱ3分とか早くても2分、まあ50秒ぐらいでいけるかなとふと思いました今日。食べてね。なんでこのまたこのもう一個のギガマックスでチャレンジするときは今回と違う食べ方でいきたいと思います。要はそうですね、味変、こちら使っていきたいと思いますんで、皆さんね、味変を使ってどう変わるかな、どれぐらい時間が変わってくるかな。でもう先に味変に使うものを言いたいと思ったんですよ。やっぱここはやっぱりその時の動画にね撮っとかないと、もったいない、お前そんなもったいないことするなよとね、多分声上がると思いますね。何で味変をするのか、こうご期待でございますね。てなわけで今回の、こちら、ピヤングギガマックス何分で食べれるかチャレンジ、タイム3分32秒6でした。この動画、早いなお前と思った方いらっしゃったら、ぜひチャンネルの、グッドボタン、そして、
皆さんぜひね、今後もいろんな挑戦やっていきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。